それを早く言いなさいよ。まったく。それでどうしてあなたはここにいるのよ。謝る？私はもともとイギリスに住んでたのよ。数年前にこっちに引っ越してきて、父親は日本人なのよ。母親は交通事故で死んじゃったけど、別に気にしなくていいのよ。今は全然気にしてないから。けど自分はクォーターだから人と少し違ってて、それであまり友達もできなかった。だから一人がいいのよ。私は放っておいてほしいの。私が必要ってそれじゃあ喫茶が好きな？和散歩わかるの？ちょっと待って、これ今日の朝に作ったものよ。味は保証しないけど。大して難しくないのよ、ウイロー作りって。さっきいいって言ったわよ。一人で作っちゃ悪い？仕方ないわね。あきくん、おかえり。ってあれ？その。どうも。穂積まりです。よろしくお願いするわね。穂積さん、仲良くやりましょう。い。あー、でもこれでアキくんとのラブラブ空間は終わりを告げたのですね。よよよ。だったら私喫茶部に入らなくてもいいのよ。それは困ります。あきくん、どうすればいいんでしょう。あきくんってばひどいです。よよよ。はあ、変な部活に入っちゃったもんだわ。いただきまーす。兄さんってば母ちゃんと同じようなこと言うし、せっかく小言言われないで済むと思ってたのに。別にいいし、背なんか小さくても需要あるし、天才だからそれくらい知ってるし。ゲーム部、じゃあ帰宅部。ずーっとスト6の大会の練習してる。だからしばらく引きこもり生活。日光を浴びたら溶けるし。ごちそうさまでした。兄さんは今日お出かけ。じゃあ大池屋のポテチ買ってきて。のり塩でやろう。あ、赤コーラも。いってらー。そんなの関係ないでしょ。それじゃあ私はこっちだから。ちょっとそこまでよ。そんなんできるわけないじゃない。あ、また会えたね。奇遇か、それとも赤い糸で結ばれてる？あれ、もしかして彼女とか？そんなわけないです。焦ってると余計に怪しく聞こえるわよ。全然怪しくなんかないです。この人は知らない人ですから。そうじゃなくて、だったら私が彼女になろっかな。え？どうかな？いい感じじゃない？うりうり。二人ともやめてください。ブー、いいじゃない。減るもんじゃないし。そうそう、アジがまたいなくなっちゃってね。それで今探してたのよ。あの子繋いでも元気良すぎて逃げちゃうのよ。なんとかしなきゃと思ってるんだけどね。アジ繋ぐ探す。そう、アジが逃げたので探してるの。つまりアジという飼い犬の話よね。その飼い犬が逃げたから探してる。そう、その通り。あ、LINE の番号を教えるわね。赤外線でいい？これから実現できるように頑張っちゃうから。あ、こっちにもよろしくね。いっけない、そろそろ探しに戻らないとやばいかも。それじゃまたねー。トト、アジの連絡だけじゃなくてデートのお誘いとかも歓迎だからね。ところでさっきのあの人誰？冗談もほどほどにしなさいよね。はあ、まあいいわ。私も結局誰かわからないまま巻き込まれてしまったわけだし。そうか、もうお兄さん遅いから自分でポテチ買ってきたし。兄さん、今日のご飯なーに？なんだ、カレーか。カレー。カレー、カレー？カレーは別腹だし。